どうもキスケです。ということで本日から、レイドが新しくなったということで、なんて名前やったっけ、ワールドチャレンジレイド VS ケフラということで、まあ、新しく始まりましたね。うん、まあこれね、なんかその実装前は結構賛否両論あったらしい。なんか報酬に消しゴムとかプラチナコインとかないんじゃないかみたいなお知らせではなかったんで、どうなるんだろうなとは思ったんですけど、まあしっかり報酬で消しゴムとプラチナコインがあるということで、まあそこは安心してほしいですよね。うん。で、今までと違うところが、その開催期間が結構長い。で、全世界で与えたダメージの、まあ合計数によって報酬が変わってくるっていうのと、おのおの頑張った、関東ポイントですかね、これは。によって報酬も、まあ豪華になっていくということらしいです。うん。で、これ何なのかっていうと、まあ、ちょっと見ていきましょう。まあ、こういう条件をクリアすると、関東ポイントが、加算されていくと。でですよ。どっから見たっけな。これか。全世界ダメージ報酬ということで、まあ、石の数がマックス300個、もらえます。うん。で、関東報酬ということで、これ石の数ちょっと数えたんですけど、1000個ぴったしありました。うん。だからとりあえず関東ポイントは7200まで、まあ、貯めた方が、まあ、賢いですよね。で、交換所のラインナップ見たら、メダルで石が交換できなくなっていました。うん。なので、まあその辺が結構ね、賛否両論あるのかなっていう。今までやったら、とりあえず石分、レイドのメダルを集めて、まあレイド終わってたっていうところを、まあどれぐらいのペースで貯まるかは分かんないんですけど、この関東報酬、7200まで貯めないと、まあ石はゲットできなくなってしまったというところで、まあ若干石1000個もらうハードルが高くなったのかなっていう、うん、まだやってないから分かんないですよね。どれぐらいのペースで7200ぐらい貯まるのかっていうのが分からないんで、まあなんとも言えないんですけど、まあただマックス石1300個ゲットできるわけですよね。ダメージ報酬300個と関東報酬、1000個合わせると1300なんで、まあやればやるほど今までよりは石もらえるようになるというとこらしいです。で、特攻キャラクターがこんな感じ。 えらい格差ですよこれは。すごいよ、キラベジの特攻やばいでしょ。で、他のキャラクターたちが、まあ、4ダメ200、火ダメ 20% カットぐらいしかないということで、まあこれはキラベジで行くべきだとは思うんですが、まあ全員が全員持ってるわけじゃないんで、ちょっとやっていこうかな。で、毎日限定報酬でホイポイコインが、10枚、3回かな、確か3回限定でもらえるんで、まあ忘れずやっていこうという感じですかね。ちょっとやっていこうか、早速。はい、お願いします。まあどうなることやらっていう感じですよね。うん。まあキラベジ同士だと、速攻で終わるんじゃないか。ああ、キラベジいいよ。わりかしね、前回のレイドはそのキラベジほとんどいなくて、で身勝手ばっかりだったんですよね。で、身勝手結構遅くて、わりかしストレス溜まってた人いるんじゃないかなとは思うんやけど、まあまあ、これね、一応そのカバチェンとかするだけでも、まあ、関東ポイントっていうのがもらえるんですよね。ただまあキラベジ同士だとそこまでカバチェンを意識せずとも、まあ、ライジングぶっ放した方が早いんじゃないかなとは思ってるんで、うん、まあ楽しみではあるんやけど、まあ、やればやるほど報酬は豪華になっていくんだよな。意思先行は欲しいですよね。で、今何も考えずにとりあえずワンバーストで、まあ、ライジング合わせて落とし切ったんですけど、これでどれだけ関東ポイントがもらえるのかっていうところをちょっと見ていきたいよね。マックス7200で石1000個なんで、1回でどれぐらい貯まるんだろう。報酬はこんな感じですね。うん、ぼちぼちって感じ。160か。どうなんだ、160です皆さん。160
160か。7200でしょ、確か、マックス。どうなんでしょうかね、7200。いや、結構道のり長いかもしれんな。どうなんやろ。これってさ、倒しきっちゃうとどうなっちゃうんやろ。その辺が分かんないですね。うん。なんせ初めてのイベントやからさ、ちょっと、あまりよく分かってないっていうところはあるんやけど、まあ自分自身で結構頑張らないと、一種先行はゲットできないっていう感じですよね。さあやっていこう。まあだからカバチェンとか積極的にしていってやった方がいいっていうのは分かるんやけど、キラベジ同士だとちょっと難しいよな。やっぱり相当難しいと思います。死んじゃうんで、一回ライジング合わせちゃうと。 OK、 ライジング溜まった。打っちゃおう。これでも死ぬんで敵は蒸発するんで、キラベジ同士のライジングだと。まあ、だからカバチェンでポイント稼ぐチャンスっていうのが、多分身勝手とかキラベジ以外のキャラクターと当たると、まあそういうところをちょっと考えないといけないっていうところになってくるのかな。うん、関東ポイント稼ぎ時みたいな。だからわりかしそのキラベジ当たらんかったから、あ、ちょっとめんどくせえなーってなるんじゃなくて、その分関東ポイントに換算されるって考えると、もう悪くないんじゃないですか。うん。さあ獲得関東ポイント、やっぱ160かな、アベレージが大体。うん。で、絆インパクト、ちょっとこれ大変だな。どうなんやろね、これって。その交換所で意思先行をゲットできるようになるメダルの枚数っていうのが確か30枚程度だったと思うんですよ。ちょっとうろ覚えやけど、30枚集めるのと7200稼ぐのと、まあ、どっちが大変なのかっていうところですよね。うん。まあ、だからとりあえず一人で黙々と何回かはやっていかないと意思はもらえないので、その辺はちょっと気をつけたいですよね。うん。さあ、一応味方がシャンパなので、リンクは稼げそうではあるんやけど、ただもうシールド破壊されちゃいますね、これ。カバチェンするか一応カバチェンしよう。あんまり関係ないか、シールド破壊されちゃったし、リンク増えないんで。さあ、ライジングラッシュは間に合いそうかな。間に合わないなら試合が長引くな。ああ、やったナイス絆インパクト。間に合わないね。うん。まあ、これはちょっとカバチェンしてもらって、リンク率、ああ、カバチェンしないタイプか。なるほど。OK です。カバチェンしないタイプね。OK ですよ。カバチェンはしていくタイプ。ナイス。ありがたいよ。これでリンク率の上昇が結構あるよ。はい。よーし。まあ人によって感じ方はまあそれぞれあるとは思うんですけど、まあ賛否両論になるっていうのは仕方ないのかなっていう、うん、感じはするけど、まあ開催期間が長いってことは、多分これ倒しきっちゃっても結構な勢いで体力減っとったよね、今ケフラの。ただ倒したらまた復活して、倒したらまた復活してっていう感じだとは思うんで。さあ、180、やっぱりさっきより多いね。うん。あ、絆インパクト成功したからか。あ、違うわ。もうマックス取り切ってんのか、全部。リンク率と絆インパクト。あ、全部取り切ってんのか。マックスじゃあ180なんや。あ、結構大変かもしれない。ちょっと計算してみるか。今 PC 起動してるんで。電卓アプリを開いて。7200でしょ ?7200 ってことは、マックス180でしょ、
40回程度か。あー、いやちょっと待てよ、クリアして7200、まあ、大体絆インパクトって毎試合できるわけじゃないんで、ちょっと160で割ってみると、あー45回回らなあかんのか、結構長くね。前まではさ、ミッション取り切るために、25回やったっけ、まあ、20か25回程度で多分交換所の石全部取り切れとったと思うんやけど、約倍倍はやらないといけんね。うん、ただ毎日3回はその限定報酬としてホイポイコインがもらえるんで、まあそれほど難しくもないのかな。開催期間も結構長いし、まあ、だから瞬間的に手に入る石の量っていうのは、まあ、少ないとは思うんですけど、1日で石1000個ゲットできとったもんね、今までやったら。あ、まあそれがちょっとめんどくさくなったっていう程度なんで、まあこっちの方がわりかしいいのかなっていう印象はあるんですが、やっぱり身勝手、ドラゴンボールの付与率が悪いからちょっと遅いね。まあ、キラベジが早いだけなんやけどワンバースト撃破は結構運が絡んでくるかな、キラベジ以外だと。しょうがないか。はい、バースト、ここはまあカバチェンしてあげてガンガン削っていくか。さあそろそろドラゴンボール集まるでしょう。え、救急カーツ打つのか、嘘だろ、地雷も地雷大爆発ですわ救急カーツにドラゴンボールは付与されないんだぞ、身勝手さんよ。知らなかったのか、もしかして。早集めてくれんか、マジで何してんのこの人、一人で落とせんのかな、これもう。一回打ってみるか、合わせる気ないでしょこの人合わせる気ないわ、うんさあ15、13ぐらい体力あったかな、いけるのか。地雷も地雷やんけ、何歩ぐらいダメージ出んねやろ一人で。あー1800万、1800万か。じゃあもう一人で行っていいねああいう感じになったら、うん、オッケー。うわ110や110や、あ違うわ、マックス160じゃないかもこれ。ちょっとめちゃくちゃやな、さっきからちゃんと見ていこう。リンク上昇、絆インパクト、ライジングラッシュ、同時発動、同時発動やから別に難しくはないね。シールド破壊、特攻キャラクター、あーさっきライジング一人で撃っちゃったからこの50ポイントがなかったんや。うわーこれはこれ味方地雷やったら結構しんどいかもしれんぞ。ポイント50ポイントは結構でかいよ。大丈夫か。まあフレンドとやるのが一番手っ取り早いと思います。ノラとやるならある程度は我慢しないといけんね。そりゃしょうがない、ノラの宿命ってやつですわ恨むなら友達をいない、友達がいない自分を恨むしかないぞこれは。ちなみに僕は友達がいないんで自分を恨むしかないですつれー、ここに来てボッチが発動するとは思わんかったわさあ味方はブルー悟空か、特攻これ 50% 程度しか多分乗ってないと思います神抜きとかでも乗っとったよね確か、特攻でね。はい、まあ火力そこそこか。まあでもキラベジでやったら一番手っ取り早いな、やっぱめちゃくちゃ手っ取り早いと思う。さあ味方がブルー悟空でもライジング同時合わせで落ちるのかっていうところなんだよな。4200万、ナイス、いくで、ライジング合わせてくんなよせめて特殊か必殺技どっちかにしてくれよ。さあ、はい、オッケー、落ちるこれなんか際どいな、
ああ、いけるんや。ああ、余裕やん。これが誇り高きサイヤ人の。なるほど。まあ、大体わかりましたね。はい。とりあえず、まあ、前までのレイドよりかは、まあ、周回する必要は出てきたっていう感じですね。うん。今、15分程度回って770ポイントなんで、いや、7200は結構、大変かもしれんね、これ。7200でしょ。うわぁ。ダメージ報酬はどれぐらいゲットできてるんだろう、これ。見れないのか？なんかさっき見れたような気するんだけど。っていう感じか。あ、でもこれってさ、その、レイド報酬？これ毎日切り替わんのかな？どうなんやろ？違うか。まあラストいくか。ちょっとよくわからんことばっかやな。とりあえずまあ数はこなさないといけないっていう感じですね。はい。さあジレン、天下無双のフュージョン対戦やっていきましょう。いいんじゃないかな、俺はこっちでも。うん、頑張れば1300は確定でもらえると思うし、悪くないとは思うんだよな、個人的に。結構豪華だと思いますよ、僕は。ポイポイのイベントもやってるんでね、悪くないと思うんだよな。あれ、なんで必殺技を呼んでこなかったんだ。ただこれはライジングラッシュが合わせれないかもしれない。合わせれないかもしれないわ。ちょっとドラゴンボールの付与率が悪すぎてっていうか、これが普通なんやけど、残念ながらっていう感じやね。ツーバースとかやっぱキラベジが恋しくなるな。キラベジだと安定して160毎回稼げるし、すごい速いんでスピード的に。まあ次でいけるでしょう。はい、ライジング、ナイス。ライジング合わせることも大事になってきたね。50ポイントやぞ、50ポイント。関東ポイントが。さあ、おー、もう終わってるわ、マジで。マジで何やってんだよ。なんでなの、なんでわざわざライジングラッシュの火力を下げるような真似をするんだ、マジで。謎すぎるわ。堪忍してくれや。まだ究極打ってくるんでしょ、多分。マジでそのまんまやんけ。言った通りになるやんけ。クソ地雷で笑った、マジで。出した、つれー、ぼっちつれー。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。